数理科学科では数学を探究し、理論的な思考能力と問題の発見力、分析力、解決能力を養います。1年次に基礎的な数学を学んだ後、2年次、3年次ではより専門的な科目を学びます。論理的思考能力と表現能力を育成するため、演習の科目も多く開講しており、学生たちは様々な分野の数学を時間をかけて学ぶことができます。数理科学科では理論的な数学を探究する数理機関コースと、他分野への関連や応用を学ぶ数理展開コースがあります。数理機関コースでは代数学、幾何学、位相数学、解析学、複素解析学などの純粋数学を学びます。数理展開コースでは解析学、力学系、統計学、最適化、現象数理学などを学びます。さらに自然科学や社会科学における様々な現象をコンピューターを用いて数値解析する方法などを学びます。最終学年である4年次からは、一人の指導教員のもと1年間かけて卒業研究課題に取り組みます。少人数の個別指導を受けることにより、専門的で高度な知識だけでなく、深く厳密に考える力や豊かな表現力を身につけることができます。1年間の研究の成果は4年次の終わりに卒業研究発表会で発表します。数理科学科の文献室です。この部屋には膨大な量の数学に関する論文や書籍を収納しており、古代ギリシャから現代までの数学の研究資料を閲覧することができます。数理科学科ではメンターの大学院生が週2回新入生の学習サポートを行っており、大学院生に学習方法のアドバイスを受けたり、数学の質問をすることができます。私が高校の時はあまり勉強自体に興味がなく、大学に進学するつもりはなかったのですが、高校の時に微分積分学を教えてもらった時に、数学についてもっと深く学びたいと思い、総合理工学部数理分野に入学しました。レポートの問題が解けずに深夜まで友達と一緒に解いたことです。その時に、高校では数学の問題を解くことに対してスピードが求められますが、大学では一問をじっくり考えるという力が求められるのかなと思いました。学科のオリエンテーションキャンプです。2回生の時は参加する側で、先輩方のおかげで非常に楽しい時間を過ごしました。また先生方も参加されていたので、普段授業されている姿と違い、また意外な一面を見ることができました。3回生の時は企画をする側でした。同回生と力を合わせて企画したことが成功した時、やり遂げた達成感を感じました。入学する前に思っていたよりずっといいところです。授業もイベントも設備も充実していて、この4年間で様々な経験をすることができました。確かに学ぶことは高校の内容に比べて少し難しいと思いますが、その分分かる楽しさが増えていると思います。皆さんもぜひ島根大学に入学してください。